本当にここへ来てよかった。君たちのようなチャーミングなお嬢さん方と知り合えたのだから。ステファンに目をつけたのは私が先よ。は、目があったのは私が先。まるでKさんは赤いバラ、そしてユリさんは白いバラそうだ、お二人の美しさを称えるために後でバラの花をお届けしましょう。あなた方の部屋の床をすべて埋め尽くすほどに。素敵、ゴージャス。それから、どいてどいて、いけー、ゴー、何何じゃ、待てー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 、じいちゃん、助け立ちするぜ。よっ、すまんの。ステファン、しっかりしてよ。ユリさん。よかった、大丈夫？このくらいなんともないですよ。ステファン。おー、またまたすまんの、兄ちゃん。片付いたよ、みんな。ステファンもね。あれ、今更三枚目とかした男に用はないでしょ。はあ、姉ちゃんなかなかやるの。じいちゃんこそ。そうかい。時にあんたらこのホテルに 3WA の姉ちゃんたちが来とるそうなんじゃが、知らんかね。はあ、いや、あんたらがダーティーペアじゃったとは。ダーティーエンジェル。ああ、そうじゃったそうじゃった、ダーティーエンジェルじゃったの。ダーティー、いや、わかっとるわかっとるってくどくど言わんでもいいよ。で、何なの、うちらに非公式で頼みたいことって。花のバカンスなんだから。うん、実は、うん、実は姉ちゃんたちめんこいの。20段で冗談。しまいには怒るよ。悪い悪い。実は宝探しのことなんじゃ。あんたらラカハンガ人を知っとるかの。確か惑星ユッカに住んでいたっていう宇宙人でしょ。高度な文明を築き上げたけど滅亡してしまったっていう、あれ。その通りじゃ。わしは若い頃ひょんなことからそのラカハンガの財宝の隠し場所の扉を開ける鍵を見つけたんじゃ。宝物の鍵？じっちゃん、このわけのわかんない文字読めるの？ああ、長年かかって解読に成功した。ああ、ところがじゃ、隠し場所がわかった途端にクレメンタインが裏切りよった。クレメンタイン？わしを愛しとった女よ。ああ、なんじゃって。5年ほど前からわしの助手をしとった姉ちゃんに。それじゃあさっきのチンピラもその女の差し金ってわけ？うん、そこでじゃ、あんたらわしを守って一緒に宝探しをしてくれんか。金銀財宝少なめに見積もっても1億5000万クレジットはくだらんはずのお宝じゃ。1億5000万クレジット？で、報酬は？ねえ、ちょっと受けるつもり？当然。いくら？宝の1割。よっしゃ。ちょっと兄よ、ダメだっつの？そう、どうせなら2割。えぐ。しかし、それぐらい奮発しなさい。決定ね。2割も出せるか。お待たせ。それじゃ行きますか、宝探しにね。うん、来た。ダメよ、ロープがいかれちゃってる。銃でぶち抜けんのか。じいちゃん、報酬は？そんなこと言ってる場合いか。2割。報酬は？報酬は？2割5分でも2割でも出すから助けてくれ。
商談成立。じゃ、ドア開けるわ。さあ、宝探しに出かけましょう。2割ね。近頃の若いもんは。役立たずが、お出し。一人頭1500万クレジットよ。仕事なんかやめて毎日遊び通してやるんだもんね。2割って交渉した私に感謝してほしいわね。わーったわーったよ。今回は素直に感謝する。ちょっとこれ何の匂い。じっちゃん何してんのよ。料理じゃよ。料理？強力スタミナ料理。その通りじゃ。なんつうこと。ダメ、足らない。スタミナをつけとかんとな。なんちゅうてもわしの長い間の夢が叶うんじゃ。若い頃からの一生かけた夢がよ。なんだか永遠の少年って感じね。しゃあない、この際多めに。うーやっぱダメ。多めに見らんない。何もの嗅覚センサーが。あっ、何もしっかり。なんとか立て直してみるよ。任せたわよ。ダメだ、制御できないよ。ゲイ頑張って。頑張ってるけど目いっぱいだよ。あ、落ちる落ちる。なんとかして。待ってる。なんも大丈夫？なんとか自分で修理できそう？しかし知らんかった。なんもの嗅覚センサーがニンニクの匂いに弱かったとは。まるで吸血鬼じゃ。いや、どうもすまんことしまったようで。もうまだニンニク臭いんだから気をつけてね。それじゃ麦、なんもの修理を頼むよ。それじゃ、うちらは一足先にお宝に向かって出発！お宝までもう一歩。頑張ろう。兄よ、急に立ち止まらないでよ。ああ、とうとう来た。とうとうここまでやってきたのじゃ。はあ、ここじゃここじゃここじゃ。この神の像の足元から地下の洞穴に入るんじゃ。一人頭1500万クレジット。早く進んでよ。いや、しかし、出ろ。手こずらせてくれたわね。でもこれまでよ。きったねえの。人が見つけた宝物を横取りしようなんて。お黙り。5年も助手をしてニンニクの匂いに耐えるの大変だったんだから。わかるような気がする。うん。そいじゃ、こいつはもらっとくよ。壁際行きな。うん、早く。
ニンニク臭かった。この神殿はクレメンタインよりもわしの方が詳しいわい。あ、髪がジャリジャリ。今の扉さえ開けばあの鍵はいらないんじゃないの？いや、宝の扉はまだずっと奥じゃ。発光する岩か。中ハンガ人の文明ってかなりのもんだったのね。いやなんだこれ、気色悪い。どうすりゃいいの？ちゃん大丈夫？あんたもキャーキャー言ってる割にはハードなことするんだから。だって怖かったんだもん。クレメンタインの声じゃ。まだ生きてやがったのかい。宝を拝むまでは死ねねえよ。そんなバカな。こんなのはわしも初めてじゃ。やっぱり立体映像。これもラカハンガの文明の証じゃな。さあクレメンタイン、鍵を返してもらおうか。そうするしかなさそうね。ああ、何をする。でもまったくあの女は。うわっ、お宝は私が手に入れるわ。あー、ずるい。よもの。あの女より詳しいんじゃなかったの？このことは忘れとった。困ったもんだ。天井をぶち抜くのよ。さっきの戦闘でもうエネルギーない。だいたいこの手のものはどこかを押すとね。ラカハンガ人の仕掛けじゃよ。わあ、さすが文明。よく出すんじゃなかった。こんなことなら軟弱者のステファンと付き合って部屋いっぱいのバラをもらった方がよかったよ。バラの花が哀れよの。いよいよジエンドじゃろうか。宝も見ないうちにニンニクの匂いに包まれて死んでくなんて。悪かったのを災難に引き込んじまって。ごめんね、一生の夢を目の前にして。なんの、なんの、いっちゃう。
おじいちゃん。じっちゃん、今さら言ったってお宝はクレメンタインが持ち去った後じゃないの？いやいや、クレメンタインも知らんことがある。財宝の扉は一人じゃ開けられんのじゃ。やはりまだ扉は開けられてはおらん。するってとこの中に。そうじゃ、この中に1億5000万クレジットの財宝が眠っておるんじゃ。それは、そんな鍵何の役にも立たないわよ。これ見りゃわかるでしょ。クレメンタイン。あはは、いい君、天罰よ。まあ見とれ、クレメンタイン。よし、ユリ君はあそこ、ケイ君はあそこに立ってくれ。うわ、押せ、押し戻すのじゃ。なんなのよこれも。やだ。この扉は三人がかりでないとあかんのじゃ。やったね。贅沢三昧、遊び三昧。ただ岩が光ってただけ。金銀財宝は？バカな。これは？兄が書いてあんの？まあ簡単に言いや。簡単に言えば？三人力を合わせることが宝だと。そういや、昔から宝探しってこのパターンが多いのよね。考えてみりゃ、そうそううまい話が転がってるわけゃないんだよね。そうね。次のニュースです。滅亡したラ・カハンガ人と共に失われていたと思われた超エネルギーの製法を記した古文書が惑星ユッカの遺跡から発見されました。これがその古文書で、政府はこれを発見者の老人から1億7000万クレジットで買い取ったとのことです。あのじっちゃん、やられた。こんにちは、宅配便です。どこから入ったらいいんですか？ちょっと待って。お届けします。
じいさんから？参ったね。参った。でもいい気分。一人でやってよ。あたしは眠いの。そりゃあたしはいいけど。ほれ、初川さんが睨んでるわよ。なんでそれ先に言わないのよ。次回任せなさい。 3WA は素敵なお仕事見ないと遅れるわよ。